こちらは新宿東京都庁都庁知事の小池ですえほぼ毎日18時45分から、新型コロナウイルスに関します最新情報など、東京都の情報をお届けするために、東京都新型コロナウイルス感染症最新情報のライブ放送をお送りいたしております。毎週金曜日は英語でも放送いたします。 東京都のホームページのサイト、東京動画をベースといたしまして、私自身がライブで配信を行っております。新型コロナウイルスを正しく恐れ、都民の皆さんの不安を解消する、そして一日も早く平穏な日常を取り戻す、そのためにさまざまな手段で迅速に情報をお届けしてまいります。それでは 本日の新型コロナ感染症の陽性者の数であります、18時時点でありますが、えー、残念なことで最大の数字になりました、陽性者数が144名、うち濃厚接触者が47名、うち永住病院関係が24名となって ております海外渡航歴のある方が2名その他調査中が95名に上っておりますえ軽症者の移動でございますけれども、えー、本日9名が移動されまして昨日からの累計では20名となっておりますそれから緊急事態宣言が発せられましたこれに基づいて外出の自粛の徹底と これをしっかり行っていくことが重要とされておりますこれは以前からも、私からも何度も申し上げてきた件であります一方で、施設の使用制限等ということでこれについてはです、ね、東京都医師会そして医療関係者、経済の専門家などからも例えば、東京都の現在の感染状況を踏まえると外出自粛と施設の使用制限を同時に進めないとこのコロナウイルスの改善 拡大の防止には間に合わないといったご意見いただいております。また、外出自粛だけでは効果は十分ではないと。クラスターの発生源となりうる施設の制限などを即刻行うべきと、この声もございます。さらには、人と人との接触を80%減らせることができれば、短期勝負でコロナウイルスの流行を克服できると、 そのためにも施設の使用制限などの戦略が必要などなど、さまざまなご意見をいただいております。 そして緊急事態宣言がすでに発令をされたわけでありまして、また都民の皆さんや事業者の多くの方々も、この使用の制限ということについてご理解いただける可能性も高いものと、このように確信いたしております。ままたた経済的的な側面から考えししてもむしろ早く施設の使用制限に踏み切った方が効果的だ といいったようなごご意見もございます外出自粛に加えて、施設の制限、即刻を行うべきといったような意見、たくさんいただいていることを改めて申し上げたいと存じます。さて、国は当初、この宣言から約2週間、まず様子を見てから、その後判断というふうに伝えられておりました ですけれども、東京都の今、冒頭にお伝えしたような状況でございます、感染者数、残念ながら、今も重大局面ということについては変わりがございません、よって、できるだけ早く都としての施設制限の基準を作り上げていきたいと考えております。 で東京都がこの制限を、えーと、施設の使用制限について、即刻うもうできるだけ早く行うということはです、ね、都や県の流出面の面から、流出入の面から見ましても、隣接県にもむしろプラスということもあるでしょう。えー、多くの方が東京に、えーまあ、お住まいは近隣県、そしてお仕事は東京という方々。 そういった方々の行動変容ということを促すことにもなりましょう現在の都県別の感染者数から見れば隣接県が同時に行う必要はございませんという考え方もありますまずは都民の命、健康第一に考えるそして都の医療崩壊を招かないこのことを念頭に進めていきたいと考えておきますそれから今日はですね 新型コロナウイルスの感染症対策に関連して、2つの条例を制定いたしましたので、お伝えをいたします。 今回の国によります緊急事態宣言の発出に伴いまして東京都として速やかに対応するということで昨日でありますが東京都新型コロナウイルス感染症対策条例を制定をいたしましたこの条例は都の責務として新型コロナウイルスの感染症に係る措置を総合的に推進することを規定するこれが一つそしてまた都民の皆さんや事業者の皆様の責務として感染 対策へのご協力、新型コロナウイルスに関係する方々に対しての不当な、あるいは差別的な取り扱いをしてはならないということを定めたものであります。 都民の皆様方におかれましては、この条例の趣旨を理解していただいて、ご協力のほどよろしくお願いします。もう一つは、新型コロナウイルスの蔓延の影響を受けた方々の行政的な権利や利益を守るための条例、こちらの方を近日中に制定を予定しているということで、奨学金の返還や各種資格の認定期間を延ばすこと、食品販売許可の更新などの期限、期間を延長すること ことがでできるとということであります。行政上の手続きも極力柔軟に対応することで、都民の皆さんの事業、生活の不自由、少しでも減らしていけるように、引き続きできることはすべ、えー、てやるという決意で取り組んでまいります。 次に緊急事態宣言を受けて、都の新たな取り組みについてもご報告いたします。この間、都はさまざまな形で緊急対応策を実施してきておりますが、予定外のことに対応するため、あらかじめ使い道を特定しないで用意してある、これ、予備費と呼んでいます、これを活用して2つの取り組みを開始するというお知らせです。第一に、 テレビ、そして新聞、ウェブなどを通しまして、この新型コロナウイルスの感染症に関する情報の発信を強化をするという点。ここれまでもこの 動画配信をはじめ、さまざまな形で、えー、都民の皆さんに情報発信をさせていただいておりますが、それをさらに強化いたしまして、若者から高齢者まで、あらゆる世代の方々に対して、えー、ご質問、疑問、えー、不安の解消、えー、正確な情報の提供を行うべきう、えー、多様なメディアを通じまして、効果的に情報発信をすると。 いう点、第二に学校休校に伴って生じておりますお子さんの学習や居場所についての お悩みに対処するために、家庭におけます学習支援、それから学校の施設を活用した子どもの居場所確保などの強化を図るというものであります、えー。具体的に申し上げますと、小学生向けの学習支援番組を新たに放映をいたします、それからモバイル w i f i など、家庭学習の通信支援、それから、 部市町村立の学校や特別支援学校におきまして、学校施設を活用した子どもの居場所の確保を行っている行ってらいらっしゃる場合には、昼食の提供を支援をするということでございます。こうした取り組みや支援についても、今後も次々と新たな対策を。 講じてまいります。えそして、来週15日には第4弾の緊急対策を予定しておりまして引き続き、スピード感を持って取り組んでまいります。週末の外出自粛の効果でありますがまあ、スムーズビズと呼んでおります。さらなるお願いをしたいという件であります。 都民の皆様方におかれましては、この間も不要不急の外出の自粛、ご協力いただいてまいりました、引き続きよろしくお願いを申し上げます。で、分かりやすい例としてご紹介しておきますが、都営地下鉄、これ、都が営業、都の営業だから、都営地下鉄で、2月以降ですね、毎週末の1日平均の自動改札の入場 えー、人員数、これを集計、分析をいたしまして、えー、前年の同時期と比較をしてみました。 でこちらでありますけれども、画面に出てますか、3月25日には、都内の新たな感染者数が初めて40人を超えた日なんですが、まあ、それで私から感染爆発重大局面のメッセージを出させていただいたわけですね。で都民の皆さんには、その呼びかけに応えていただく形で、3月の最終の週には、前年と比較しますと、 えー、マイナス66.8%の利用者数となっておりますこここういう形になってますけどちょっと見にくいでしょうか、えー、またこの間ですがスムーズビーズの呼びかけをさせていただいておりますが時間帯別の利用者数を見ますと1月の下旬と比較した直近のラッシュ時間帯の利用者 これがマイナス33%、3割、3分の1ですね減った、人数にしますと約25万人の減少ということで、テレワークやオフピーク通勤の効果がこちらでも顕著に見て取れるということであります。ただししスムーズビーズビにつきましては この感染拡大を抑制するために、ですね今後も一層この取り組みを強化する必要がございますので、さらなるご協力をお願いします。そしてこの件については、昨日、東京商工会議所の皆様とテレビ会議を行わせていただいた際に、会員企業の皆様方に対して、テレワークなどのさらなる取り組み強化を促していくという、大変心強いお話をいただいたところでございます。 引き続き各方面の皆様との連携一層強化してまいります。みんなでこの難局乗り切ってまいりたいと思いますのでどうぞ、引き続きよろしくお願いをいたします。新型コロナウイルスの拡大抑制するためには人と人との接触を避けることが重要であります。 皆様方には引き続き不要不急の外出をお控えいただく、やむを得ず外出される際には、人と人との間隔約2メートル確保するソーシャルディスタンスの実践をお願いをいたします。また、今日から東京は国の緊急事態宣言期間に入っていることから、改めて皆様方へのお願いでございます。 えー、緊急事態宣言期間中でありましても、食料品、医薬品などの生活必需品の購入のための外出はあの OK です、えー、ご安心いただきたい、えー、買いだめ、買い急ぎの必要はなし、また在宅勤務を活用して、通勤は最小にとどめていただきますよう、お願いをいたします。公共交通機関のの運休要請も行いいません、えー、そして請求なな地元への帰省などお控えください、えー、引き続き続 ご不便、ご不自由をおかけいたしますが、この新型コロナウイルス感染症対策、命が関わっております、なんとかこの感染の拡大を抑える、その認識、皆様と共有をしまして、一丸となって、この国難を乗り越えていきたいと考えております。 ぜひともよろしくお願いいたします。そして、緊急事態の宣言を受けまして都民の皆様には外出の自粛などのお願いのほかコールセンターの設置についてもお知らせをするテレビコマーシャルを放送をいたします。このライブ番組の終了後にも放送いたしますので、ぜひご覧ください。今日もご視聴ありがとうございました。東京都知事の小池百合子です。 みんなの命を守るため、外出の自粛などに努めてください。生活必需品を購入するための外出は制限されません。皆様のご協力、どうぞよろしくお願いいたします。